つら。やっぱりやな、最近厳しいな。まあ、ええけど別に、広告審査が落ちておりまして、クラッシャー上、アルフィンでございます。はい。なんで、アルフィンで広告審査が落ちんねんみたいな感じやな。制限付き。これでね。で、一応ね、あれから、ちょっとすみまして、こんなところまで、ペットボトルの蓋に足、あ、違う違う。ペットボトルのとこに足だけつけまして、こんな感じです。一応これね、瞬着で内側だけ止めてますんでね。はい。これ、ちょっと判決ですけど。判決。はい。の、アルフィンでございます。まあ、レジンキット、レジン製のキットって言いながらも、まあ、最近はね、もっぱら、パソコン設計のレジンキットが多いんでね、多少のバリはあったとしても、まあ、下手したらプラモデルよりも、手順が分かりやすいのかもね、この方が。で、特に、このアルフィンは、女性でありますんでね、まあ、パーティングラインやな、レジンなんで、まあ、オス型、メス型で抜いてるケースと、あと、3D プリンターで抜いてるケースもあると思うんですけどね。特にこの腕あたりは細いんでね。まあまあ、シリコンの接合部のところの部分は、ちょっと慎重めにペーパーかけるとね、いいんじゃないのかな、と思ってます。で、あと、左手のね、手首のとこには、ね、少しついてますんで、まあ、ここら辺が、まあ、腕部分の肝じゃないかな。あと、指先なんかはね、非常に、いい感じだと思いますよ。はい。ね。で、これで、あと、ここに髪の毛一本と、あと、足のここやな。ところにつけたらそれでもあとは OK というところで、まあこれぐらいで一回、段差は間違いないと思うんで、あとこの、下のパンツのとこやな、パンツのところがちょっと、同じっていうのかな、にならない、ここちょっと上がってるとこあるんで、そこだけ少し、クラフトナイフで切り落とした後、まあ特に、いがみとかがないようでしたらね、この辺の、瞬着で止めた部分があったら、まあそれ修正した後、色を入れていってみようかと思います。はい、アルフィン、はい、まあ、これはね、次はいつになるか分かりませんよ。さっき言っておきますけど、もう期待して待たれても困るんでっていうところでございます。はい、これね、ペットボトルの蓋で止まるんかなと思ったけど、重たくて無理やったわ。なんか台座探してこなかったな。